5ドア前期型5ドア後期型。リア・クサラは、フランスの自動車メーカーシトロエンが生産する小型大衆車で、1997年に ZX の後継として誕生し、2006年まで生産された。後継は C4 である。クサラの写真設計は、先代の ZX 同様、親会社のプジョー306と共通であり、ハイドロニューマティックサスペンションは、 装備されていない。日本にも各種モデルが当初は新西部自動車販売から、後にはシトロエンジャポンから正規輸入された。1998年にはアイルランドのセンペリーとアイリッシュカーオブザイヤーを受賞している。ZX の後継モデルとして1997年に登場。ボディは ZX 同様サンドアハッチバック。 5ドアハッチバックそして5ドアステーションワゴンの3種が用意され、一部市場で3ドアは、クーペワゴンは、ブレイクとネーミングされた。エンジンラインナップはいずれも直列4気筒で 1400cc、1600cc、1800cc、2000cc のガソリンと輸入されなかった 1600cc、1900cc、 2000cc のターボディーゼル車があり、欧州市場での主力は後車であった。この時代、フランスでは LPG 自動車ブームが起こる。年率500%の伸びを示していたこともあり、フランスの自動車メーカー各社は全ラインナップに LPG 車をラインで生産し用意していた。欧州メーカーや日本車もフランス向けには LPG 使用車を投入。 他のシトロエン車と同様に、草らにも LP ガスガソリン切り替え式、LPG 自動車が用意されていた。2009年現在では、オブションで LPG 仕様に仕立てている。フランス表記では、LPG のことを、GPL と呼ぶ。1999年に登場した、コンパクト MPV。エンジンは、ガソリン1.6リットル、1.8リットルとディーゼル。 ハディ2.0リットルの3種で、トランスミッションはマニュアルのみだった。セニック同様、フランス、イギリスをはじめとするヨーロッパ市場で大人気モデルとなる。生産は、スペイン B5 工場の他フランス、エジプト、ブラジルでも生産された。2004年3月にマイナーチェンジが実施され、内外装に小変更を受けたほか ガソリン2.0リットル 16V エンジンと4段オートマチックが追加。日本にはこのマイナーチェンジ後の4段オートマチック、右ハンドル仕様のみが正規導入された。2006年8月に、後継 C4 ピカソが登場したが、その後も一部市場向けに継続生産されている。世界ラリー選手権においては、フィリップ・ブガルスキーが、 クサラ F2 キットカーで1998年より参戦し、2000年まで3年連続でチャンピオンを獲得した。前輪駆動ながらその軽い車重を生かし、ターマックイベントでは、グループ A やワールドラリーカー規定の車両と同等の走りを見せ、1999年には、カタルニアとツールドコルスで優勝を果たしている。その後は活躍の場を WR カーに移すことになり、 2000年のフランス選手権において外観はそのままに四輪駆動のターボマシンとしたプロトタイプのクサラ T4 を投入。2001年にクサラ WRC として正式なデビューを飾った。初年度の2001年はターマック参戦、グラベル一戦の限定的な参戦だったが、シーズン終盤のツールドコルスで早くも初優勝。その後も、 セバスチャン・ローブが2004年から2006年まで3年連続でドライバーズチャンピオン獲得。マニュファクチャラーチャンピオンはフル参戦初年度の2003年から3連覇を達成した。計3名のドライバーにより28の勝利を収め、史上最も成功したラリーマシンの一つとなった。この勢いはマシンが C4WRC に変わった2007年以降にも、 引き継がれることになる。ありがとうございます。